はいどうもみなさんこんにちはこんばんはおはようございますということでね、えー、今日も張り切っても、えー、りもりで元気もりもりで参りたいと思いますいきましょう黒田武也のタイムアウトおおおお,お ということでね、今日も頑張っていきたいんですが、なんと今日はスペシャルで、ウルトラで、えー、スーパーで、えー、最高の、えー、ゲストが来てくれておりますね。なんと一度、俺のこのタイムアウトないから喋りかけたことが、えー、ありますね、えー。ニューヨークのお友達、エドさんです。こんにちは。みなさん、こんにちは。<laughs> <laughs> エドです。よろしくお願いします。すごい。<laughs> 今日はなんととてもベリーチャレンジングなんですけども江戸さんにとったら日本語で日本語で頑張っていこうかなもうすでにすごいんですすごいですねあまあ日本語すごいですかすごいですすごいですまだまだですけどねアクセントももうないですねペラ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 ですかはい初めてのラジオ出演日本語でそうですねあの拓也さんと

ショットガンって言ったら、うん、そう言った人が前の席に座れるそう何ですかそれ my the from? いやーよくわかりました、ね、なんで <laughs> <laughs> すごいですね、はい、も,はもうボケボケも出ましたね <laughs>、はい、<laughs> えー、今日はですねなんと今から江戸の誕生日パーティーをこのラジオの後からするんですが <laughs> ルナルナ大丈夫ですよガンガン開けて フラの名前はエドの彼女なんですけどもね今日この今から公園でバーベキューをする準備を今せっせとやっておるわけなんでございます。Still working on it.Still working on the s h it's gonna be dope. 誕生日おめでとう。あありがとうございます。乾杯しましょう。乾杯しましょう。イェーイ。これもあの誕生日プレゼントだよね。そうです。このポッドキャスト。このポッドキャストタイムアウト。タイムアウト。毎日き聞いてるけど。そうそうそう。エドは本当に。 タイムアウトを聞いてくれてちょっとこう日本語の勉強に使ってるとそうですでもでもこの俺の,英あの日本語がちょっとだいぶトリッキーだから困るでしょうマースとかマースとかあの何表現言い方マースとか張り切って参りましょうとかそれは本当になんか あの日本語を勉強しやすくなるしやすくなるいいですか合ってる合ってる合ってないの合ってる OKOK そうそうだからなんか教科書のあの日本語はちょっと違うんですけどね違いますよねそれともあの英語も一緒なんですよああそうなんです日本でねこれめちゃくちゃ面白いんだけどあの英語の授業クラス小学校とかであ先生がね か入ってくる教室にクラスルームにティーチャーが入って、教室はい、オープンイヨテクストブックページワン、ハロー、how are you、how is the weather today、it's fine、ああ、面白い確かにね、これ使わないでしょ、使わない全然使わない、これニューヨーク来て今19年、19年、一回も使ったことないよ、how are you って言ったことないし、how do you do、言わない言わないでゃん。 よっしゃ、めっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、はっしゃ、めしか聞いたことないですね。そうだよね。結局う、言葉はあれですね。友達から学ぶのが一番ですね。そうですねだから、あのー。おかげさまでたくさん日本人の友達 <laughs> 多いよねできた。いつできました何年ぐらい日本語勉強しえー、十。<laughs> <laughs>

江戸と僕はですね、都市がすごく近くて今日江戸が41歳の単純です41歳ですね俺今42歳ほぼ一緒なんですよ Same g e n e r a t そうだねそうちょっと江戸さんの紹介していいですかうん Can I introduce? もちろん江戸さんはなんとリアルニューヨーカーリアルニューヨーカーそうですね、ここで生まれたブロンクスブロンクス、出身はブロンクスですわあ。皆さん聞きましたかマジモンですよマジモンのニューヨーカーニューヨーカー ブロンクスで生まれブロンクスって日本の人たちにとるとちょっと怖い場所ってイメージがあるんですけど実際そうですか昔まあ昔今もんか場所によってはそんなに危ないと思わないですけど育ってたから高校生の時とかここは一番楽しいところと今考えるとちょっとやばかったなみたいな。 かった住めば都っていう言葉がありまして都都ってキャピタルなんか wherever you live it's gonna become your capital. ああそうですね。住んじゃえばもうそこが最高になる。ああ、そそうう。子供の時と高校生の時いつも外で友達となんかいろいろ遊んで結構 危ないこともし、し <laughs> しました。そうですか <laughs> ここで言って大丈夫ですかキャ最大うそうそうんそそ危ないこととは例えば、うん、まあなんか喧嘩とか喧嘩ね。あの怖そうやなエドって皆さん大きいんですよ背が結構高いよねみんな言われるけど6 foot いやアメリカで foot。センチメーターわかるセンチメーターはよくわかりませんけど、ね、アメリカ人だから

子供の時、うん、なんかガーベッジダンプという場所もあったけど、うん、日本日本語でわかりませんけどゴミ捨て場あー、maybe? お店、uh, maybe? <laughs> お店,お店違う、あの just like a place where everybody threw their garbage. ゴミ、はいうん、捨て場というか、ガラクタ場みたいなそれは、僕たちのなんか公園公園、そこで遊んでたそうそう,そうなんかあの、汚いマッチュレス マットレスというのありますか。ベッド、マットレス。あ、そうなんですか。すごい。英語、日本語はそれはすごい。いっぱいあるよ。簡単、簡単になる。Oh, you say like this? マットレス。マットレス。あ、マットレスとなんかなんか遊びに行ってなんかいろいろちょっと汚い遊び、汚い遊びね。そうそうそう。ドロンコになって、うんそうそうそう。で、あの。 ドラグやっている人も多かったそうですよねでもその時気づかなかったあその時は分からないああかいるなみたいないやいやその時んか一番楽しいの時代そうですねでも今は最近そこでドライブしたんですけどねブロンクス車でドライブしたそうそうそう僕の両親まだブロンクスに住んでますから あの、お母さんの家に、うん、あの、ご飯食べに行ってで、<ー>急にあ結構危なかったよねその時なんか <laughs> そんな話してたそうそうだからあの、僕の彼女と、うん、僕のお母さんの、うん、なんか、うちに初めてご飯食べに行って、うん、でそこいろいろ思いで、うん、あ,あの何僕の頭に入って <laughs> 入って思い出して <laughs> あ、思い出して思い出して そそうう。で、彼女にいろいろ話をしました。We used to do crazy shit over here とか。ブロンクスはどの辺ブロンクスはあの…なんか…ストリートネームとか、駅とか。駅は Burnside Avenue という駅。4トレイン。グリーンライン、緑ライン。 そうそうそう。今も結構やばいですね。ガンヒルロードわかるわかるよ。教会行ってた俺、毎週日曜日。<え> Every week。ええ。サンデー。俺あの。シャッチ。シャーチのね。ね <laughs> えぇ、ー、いつ頃かなまだブルーノートとか契約する前。まだ20代の時。おぉ。エヴィサンデー。take a. I think f o r train. ガンヒルロード。f o r train. to last stop. そう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 。So, あの最後の何。何 そう0 some street. So, two, 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 fifth. ね。そこ近い Is that kind of close? 結構遠いですけどね。遠い遠い遠いそうそう遠い遠いでもガンヘルローも危なかったもん。今もめっちゃ怖かったもんね。でも僕の姉、my older sister、ガンヘルロールに住んだことある。 俺のチャーチの前でね、こわそうなお兄さんに声かけられて、へいと金くれっつって、そう今日ジェイルから出てきたんだよ。おお、いやその話よくありますけどね。そう、チャーチに逃げた。おジーザアスって言って、ジーズショッピ、逃げましたよ。ああ、めちゃくちゃ怖かった。で、あのそのあのな何？その人？そのその人なんか来なかった。来なかった。

タトゥーを着て、うん、なんかすごく筋肉がある。その人、その人、むき出す。<laughs> じゃあ、それしないと、うん、やばいよね危なくなるねっていうね。<laughs> じゃあ、逃げよう。いやでもこれはもうブロンクスだけじゃなくて、ニューヨーク全体でよくある話です、ねね、皆さん、えー、ちゃんと集中して街中を歩きましょう。 なんてて言ってますけどもね今日も江戸くんが遊びに来てもらってますがいまあこんなに日本語で喋、ね、ってるさすがに皆さんもどうして日本語に興味があったのかきっかけは何だったのかきっかけって英語で何て言うのって今しべったら Trigger っていう言葉も出ましたが、えー、so how did you start learn?What made you w a n to learn Japanese? 江戸さん そうですね。ちょっと長い話ですけどね。短く <laughs> 短く短く短くなりますけど。<laughs> 長いんだでも。でもあのー、頑張って。頑張ります。理解できたらいい,、はい、い,いと思う。はい、でも子供の時からなんか毎週末、うん、あのテレビで、うん、あのななんかあー怪獣の映画も。怪獣の映画ね。そうはいはいはい、はい、見,見てそのその後あのー。 いろいろゲームとかなんかしてで、そのあと日本料理もなんかあの、初めて食べて好きになってこれうまいと何食べたのえあ最初は覚えてるの刺身かな刺身友達のパーティーであそうえこれうまいとでローフィッシュ怖くなかった 怖かったんですよ。「ああ、イツ・ラ・フィ d o n ドン・イ t ラ・フ w food! 今言われたんですけどね。でも、友達食べれるから僕も食べたい。その友達はアジア人とかじゃなくて学校の友達その友達はなんか、Language Exchange パーティーで。はははいいい、いろんな そうそうそうでお店で働いてでじゃあ食べに行ってもいいですかああいいですねでそのあと他のなんか理由があるんですけど車大好きで知ってるよこれで皆さん Is it okay to say about your Instagram stuff? Of course もちろんなんだっけあのインスタグラムエドのインスタグラム皆さんあの見つけてほしいんですけど概要欄に貼っておきますあの 普段はニューヨークタイムズのデザイナーでいいのかデザイナー you you なんか最初はデグラフィックデザイナって今はソフトウェアエンジニアリングマネージャーですソ。ソフトウェアエンジニアリングマネージャー。<laughs> 世界で最もかっこいいジョブタイトルですね。そうですかソフトウェアエンジニアンジニーリングマネージャー。ニューヨークタイムズの。 かっこいい。皆さん、ニューヨークタイムズですよ。世界で最も有名なニュースペーパーの一つですね。メディア。いつも、I work for the newspaper と言いますけど、What's your job? どんな仕事をしますかそうだね。あ、あの、私はあの何新聞の会社で働いていますけど。でも、やってることは全然違うでしょ。ソフトウェアだからね。も名前よなんか言わない。ね。でも その後、うん、ちょっと冗談で、あ、うん、アクシデニューヨーク・タイムズで働いています、うん、みんな、<え> oh, びっくりしするでしょ。ニューヨーク・タイムズってめちゃくちゃ大きな、うんえー、会社なんですけど、それで、えっと、サイドというか、普段彼はすごい車を改造車っていうのかな改造そうですね。あの カスタムカー、改造車。造車まあ、初めて聞いたけど。改造車を、が大好きで。で、それのイベントとかも、むちゃくちゃやってて。そうですね。あの、ニューヨークのね。ね ど真ん中でいきなり車が何台ぐらい集まるの ?100 台と200台。100台ぐらいですね,ね。暴走族ではないですよね。<年> <are> no、いわゆるギャング。暴走族ではないけど、よね、ちょっと走り屋みたいな感じですけど、ね。走り屋みたいな感じよね、でもね <laughs>、えー。それでもね、すごいかっこいい車を集めて、もうそれのボスみたいな感じで、これインスタグラムでぜひ皆さん見てください。しますでその車が好きになったのと、日本語はどういうですかそうですね昔はあの 子供の時、ポエトリコで僕のおじいさん、おじいさんは12歳、私はその時。で、急にこの車好きですかと聞かれて。おじいちゃんおじいちゃん、おじいさん、おじいさん、オッケー、アンコそれは難しいね、おじいちゃん、おじいさん。おじいちゃんがグランファーーおじいちゃん、おじいさん、ちンコが、 そうなのよ。ああ、オッケー,グランー。おじさん、おじちゃんがアンコー。あ、オッケー、オッケー、うんお。おじさんは、なんか、この車好きですか。はい、うん。と聞かれて、はい、あ,あ、好きです。じゃあ。あドライブしよう。<ー>この街で。うん、でも、僕は十二歳だった。十二歳ね。子供だ。全然できなかった。でも。はね、でも、できた。 そういいね結構楽しかった12歳で運 OK なんでねいつのッケー o k ケーお父さんはちょっと緊張しましたけどそうだよね12歳で運転したそうそうおじいさんはお父さんに黙って乗れあお父さんに言っちゃったファンキーなアンクルだね大好きだったあのアンクルはでプエルトリコでその時運転して楽しかったでこの車はどういう車ですかトヨタ あ日本車だ日本車でその後ニューヨークに帰ってで高校生の時高校高校何高校生の友達なんか、うん、急に車好きですかと聞かれて、うん、じゃあレース行こう、うん、レースって何なんか僕の答え、うん、ちょっと秘密一緒に行こう、うん、ああ教えてくれなかったんだそうそうそうでその金曜日の夜、うん、あのブロンクスにあの ちょっと秘密の場所、うん、連れていってあの友達のお父さんと友達のお父さんはあのすごいなんかうるさい車でう音がすごいって、ね、そう,そう,そう。すごくなんかパワーがあるエンジンがそ<う>うカスタムみたいな感じンンでその,その時あのレースに行ってちょっとなんか走り屋の集まり、うん、あのその場所に 入ったときその景色ビューすごくインプレッショすげえと思ってそれもう車何台みたいなそうそうそうでも僕の一番大好きな車は結局日本の車日本車マツターとか2ーとかでその後雑誌とかビデオとかも買ってでも全然わからなかった。 日本語のすごいねそうそうそうでその時じゃあ日本語を勉強しようかなそれはきっかけああそれはきっかけきっかけだねああオッケーオッケーうんそうそうそうじゃ車とかもともと最初テレビのそうそうアニメとかアニメでもない怪獣とか最初の怪獣怪獣ゴジラとかゴジラとかねでもその時日本から来た知らなかったけどねあ 後で気づいたの、ね、そうそうそうでその後、なだからあ<の>なんか僕のあの、好きなもの全部日本から来たからああそういうことだじゃあ日本の勉強しようん、日本のもの好きだってなってじゃあ言葉も勉強しちゃおうなんていうのがエイドさんのえー、日本をきっかけ <laughs> きっかけ素晴らしいですねー <laughs> ポ,ポポポーン <laughs> さあ えー、今日はですね、エドさんをお迎えして、えー、やりましたタイムアウト、えー、なん第134回かな、これもしかしたら。134回。This is134 回エピソード。ードすごいね。すごいよね。ずっと喋ってるの俺。すごいよね。<う> <laughs> だから、毎日勉強してます。<laughs> 毎日ありがとうございます。<laughs> エドは本当に聞いてくれてるということで、最近のじゃあ好きな日本語を教えてください。ちょっと最後に聞きましょう。 最近の好きな日本語。何でもいいですよ。ずっと好きでもいいです、えー。うん。これ難しい、ちょっと。出てこない。出てこない。えに、ー、何に何に最近、あのクレイグも、あのうん、エドも言ってた。俺のちょっと気になる映画は、あグッチってよく使うね。グッチ。グッチ。I'm Gucci, <'m> Gucci.。I'm Gucci。It's all Gucci. <laughs> でも私はいつもなんか運転しながらなんか誰かなんかやばいことをしていつも何してんのお前一人で <laughs> あ日本語ででそう <laughs> 一人で車の中で何してんのお前よくあの薬剤映画あのよく見るからその時じゃあ薬剤になっちゃった。 何してんのお前何してんのお前 Get out of my way! って way, 何してんのお前 ?What the pee you doing?What the pee you doing? そうそうそう、でも友達にそれを言わないから。言っていいと思うよ。一人で。全然言っていいと思う。全然言って、関西は大丈夫。ああ、そうです。みんなね、口が悪いから。ああ、オッケーオッケー。関西人はね、もう。 基本悪いから大丈夫です <laughs> って言ったら怒られちゃいますけどねいやーでもまあ何はともあれなんですけどもエド、えー、誕生日おめでとうあ,ありがとうございますそしてこのついにあのタイムアウトご出演ありがとうございました <laughs> ニューヨークならではのニューヨークにいるからね、えー、こうやって、ね、え顔を合わせてできるんですが今からみんなでマッキャレンパークに行って、えー、バーベキューをししおいしいバーベキューしましょうね四41歳の誕生日をお祝いしたいと お祝いはいお祝いセレブレイトセレブレイトしようということで皆さんニューヨークスペシャルエディションお友達エドさんお迎えしてお送りしましたありがとうございましたなありがとうございますいえ楽しかった皆さんまた次回いってらっしゃい you